県内の地域医療を担う人材の確保を目的にした県医師会の基金に民間事業者から寄付金が贈られました。贈呈式では鹿児島市に拠点を置き、九州各県で医療機関からの検査や分析などを受託するクリニカルパソロジーラボラトリーの藤井健二社長が県医師会に寄付金の目録を手渡しました。そして県医師会の池田拓也会長は、今回の錠剤を人材不足で悩んでいる医療体制の充実に役立てたいとお礼の言葉を述べました。私たちの生活を支えていただいている医療現場、そこに対しましては大変にご苦労がそこの中にございます。より多くの方々が安心してやはり医療を受けられたりですとか、出産に臨まれたりとか、そういったことができればいいなと思います。寄付金は対象となる医師や看護学生に月3万円から5万円が助成されます。